ってんのかな、不安やな。はい、沖縄ネットです。お久しぶりです。ちょっとカメラが届いてなかったので動画が全然撮れてなかったんですけどね。はいで今日なんですけど、今日は沖縄旅行、今すごいシーズン真っ只中なんですけど、今日はそのレンタカーって沖縄旅行と必須なんですよ。でレンタカーの、上手な探し方、レンタカーのうまい探し方なんですけど、レンタカーは沖縄はすっごい数のレンタカー屋さんがあります。もうとにかく多いんですよ、レンタカー屋さんがね。どれがいいのかとかって正直ね難しいんですよ。でポイントを絞って探してほしいなって思うんですよね。1つ目が、空港から近いこと、これ絶対です。もうこれなんでかっていうと、まずその空港で降りてレンタカーショップまで何で行くかって、レンタカーショップのバスなんですよ。これがね空港から遠いと沖縄って渋滞するんで、レンタカーを借りるまでにめっちゃ時間かかるんですよ。これすごいもったいないんで、とにかく空港から近いとこを選んでください。レンタカーショップとか見ると、その空港から何メーターとか書いてるとこ結構あるんで、まあ1キロ以内とかそういうとこを探していただければ割とスムーズにレンタカー借りれるんじゃないかなと思います。であと一つはやっぱ値段ですよね。値段もそのいろいろあって、まあでも単純にその多分沖縄旅行とかって2泊3日で、多くてもやっぱ4泊とかそれぐらいだと思うんで、1泊だと高いけど2泊とかだと安いみたいな、そういうプランを探して結局トータルで安いとこを見つけるっていう感じですね。まあよく聞かれるのがその大手やといいのかみたいな、結構聞かれるんですけど、そうでもないんですよ実際。そのめっちゃ綺麗な車とか、すごいなんか新しい車とかハイスペックな車とか借りたいとかやったら大手の方が絶対いいんですけど、別にそうでもない、まあ、移動できたらいいかなぐらいの、感じなんやったら、大手である必要はあんまないかなとは思います。そうですね。で一番多分レンタカー探す上で引っかかるのがあれやと思うんですよ。レンタカーショップ多すぎて探してもなんかもっと安いのがあるんじゃないかって思い始めるみたいな、すごいよくわかる、その気持ちすっごいよくわかるんで、その場合は、沖縄のレンタカー比較サイトも自体も結構あるんですよ。でこの中で、まあ、3つ絞ってください。沖縄のレンタカーの比較サイトね、3つ見つけて3つ全部で比較してください。多分1位って何個かぶってるんですよ。そこが一番安いんで。それでもやっぱもうね探すの自体が面倒いねんなって人も結構いるのがやっぱ現実なので、そういう方は僕は沖縄ネットというサイトを、運営します。でそこにこの実際この記事があるんです。レンタカーの上手な探し方みたいな。でこの上手な探し方の記事の中に、僕が実際沖縄旅行とかで使ってて、おそらくここが一番安いんじゃないかっていう、一番安いところを常に更新しているんじゃないかっていう比較サイトとかを全部載せてます。それをもし調べの面倒くさい方は参照にしていただければ、安いレンタカー、安い一番といかなくても、まあまああれ自分が調べてたより安いぐらいのレンタカーショップが見つかると思います。空港からの距離マジで気にしてください。帰りもレンタカー返して空港まで遠いってめっちゃ面倒くさいんで、ギリギリまで遊んで最後空港に車返して、もうすぐ飛行機の時間に帰るぐらいの一番なんかこうタイムスケジュールがうまくいく沖縄旅行の方法だと思うので、それをもう基準に考えてやってみてください。沖縄のレンタカーの、上手な探し方意外とシンプルです。そのレンタカーの比較サイトを比較するっていう方法で、ポイントは空港から近いことと総合の値段が安いこと。わからない方は僕のサイトを見てください。概要欄に、URL 載せておくのでサイト参照してみてください。といったね沖縄旅行とか移住に関する質問、聞きたいことで行ってみてほしいとこよ、とかそういったことがあれば、まあ、DM とかコメントとかでメッセージいただければ、僕が調べてきたり実際に、この映像にしたり記事にしたりそういうことするので、ぜひリクエストお待ちしています。では次の動画でさよなら。